デュアルクラッチトランスミッション。デュアルクラッチトランスミッション。デュアルクラッチトランスミッションとは、自動車など車両用の油断自動変速機の一種で、ギアが2系統ありそれぞれに、クラッチがあることからこの名前がある。略して DCT と表記される。日本では、デュアルクラッチのほかツインクラッチとも称される。またダブルクラッチと呼ばれることもあるが、 運転技法のダブルクラッチとは異なるので注意が必ずである。手動変速機、マニュアルトランスミッション、MT と同じ平行軸歯車とクラッチを2系統持つ。片方が奇数段を、もう片方が玉数段を担当し、それらを交互につなぎ替えながら変速する。変速時には次のギアが待機状態にある。クラッチ操作よび変速操作は、コンピュータ制御により、 自動的に行われるため、操作は通常の AT と同じである。2003年に市販車にトルコンレスで初採用されて、以降、消費器量下級エンジンによるダウンサイジングコンセプトとの相性の良さから、欧州車に採用が拡大している。オームネーム T の感覚を好む欧州で評価が高い。反面、トルクコンバータステップ AT のスムーズな発進と、 変速を好む米国と日本で評価が低い。2014年、トルクコンバータとの組み合わせも発売された。ベース用として使用したのはポルシェが最初である。実際に、スムーズな発進や変速を実現するためには、駆動系の高度な電子制御化も必要で、その後、ボルグワーナーが開発を続け、市販化されたのは2003年アウディと、フォルクスワーゲンによる DSG。 ダイレクト、シフトギバックスとして4代目ゴルフ R32 に搭載されたのが最初になった。ポルシェの市販車に採用された最初は2008年のポルシェ911である。それ以降は他のメーカーからも DCT が採用者が発売。DCT 自体も他社によっても開発され採用する。車種は増大傾向にある。2014年。 トルクコンバーターを採用したアキュラ TLX が発売された。奇数段、玉数段は、例えば6速の場合は、1から3から 5R 段と、2から4から6段を分担する。2組の入力側ドライブギア、駆動側歯車とクラッチは、同軸上に配置され、片方のみが動力を伝える。停止状態から走り出す場合、あらかじめ一速がコンピュータによって選択され、 シンクロ動作を終え、奇数段軸に緩合して待機している。発進のためアクセルを開けると、奇数段軸側のクラッチを半クラッチ状態、またはトルコンを経て締結し、車軸に動力を伝え前進する。その間、もう一方の玉数段の二足ギアセットは、シンクロ動作を終え、軸にはめ合わされる。玉数段軸は、エンジンと接続されていないので、出力軸側から駆動され、 カウンターシャフトと入力軸までが空回りをしながら待機している。車が二足で走行する領域に入った時、奇数段軸のクラッチを開放したまっ数段軸のクラッチを接合することで短い時間で変速する。また二足への変速が完了すると同時に、奇数段ギアセットは次の変速に備えて三足のシンクロナイザーの看護を終えて待機状態に入る。以後の変速も 同様に行われる。つまり、二つの変速系統を専用クラッチで交互に切り替えて変速する。運転状況により、ギアを飛ばしてシフトアップやシフトダウンする機種もあるが、奇数段と摩数段を交互に使う関係上、ほとんどの機種では一段ずつ上下する。DCT は一段あたりの変速時間自体が短い、ため、複数段の変速であっても貧速である。 また、急減速時や飛び越しシフトダウン時は、クラッチの回転数とエンジンの回転数を合わせる、スロットル動作、リッピングが自動的に行われる。2系統の独立したクラッチディスクの配置方法は大別すると、以下の2種類となる。まず、同心円状に内側と外側に配置する構造が特許になっている。特許を持つメーカーが、組み立てメーカーにクラッチ機構を納入して、 d、e、c t を生産する。外側のクラッチの回転モーメントだけが大きいので、制御が難しい。もう一つは、筒状の部品で一つ目のクラッチを外側から回避し、二つ目のクラッチ入力面を回転させ、同じ直径のクラッチを同軸線上に二組、並列に配置する方法。入力面だけなら直列に配置されが、締結機能は並列となる。 同じ形状のクラッチを2組使えるので動作が安定する。ただし、軸線方向の変速機外寸が長くなる。例外的に入力直後に並行する2つのカウンターシャフトに振り、分、それぞれのカウンターシャフトの入力端にクラッチを設け、カウンターシャフトと出力軸の間で変速機を構成し、クラッチが同軸上に並ばない配置も考案されている。 しかし外寸が大きくなるため自動車に使われない。歯車は従来の MT と同じ構成のシンクロメッシュ機構を持つ常時工房式でシフトフォークを油圧アクチュエーターまたは電動機で作動させて変速する。DCT の変速機構は2倍に複雑なためシンクロメッシュ機構を入力軸とカウンターシャフトの双方に持つものが多い。 クラッチディスクは滑りを制御するために多板式となり、湿式多板と乾式多板がある。湿式多板クラッチは基本的に無効間で長寿命とされていたが、渋滞など走行条件によっては短時間で摩耗す場合が見られる。多くは摩耗によるストロークやクリアランスの増加は自動調整されるか、あるいは制御装置が再学習機能を持つ日産 GT-R は 定期調整が指定されている。湿式多ンクラッチは大トルクに対応しながら滑りを制御しやすいため大きな車種に用いられる。乾式多ンクラッチは対応トルクと滑り時間が制限されるが構造がシンプルで部品数や油量が湿式に比べ少ないため運用コストに優れる。また、乾式の伝達効率は湿式に比べ高いため 少年ピ性が求められる小型車種に向いている。クラッチ操作は基本的に油圧を用いる。初期の油圧ポンプは機械式だったが、後に電動式油圧ポンプも使用されるようになった。その他クラッチ操作を電動機で行い油圧フリーとした二輪車用電動化 DCT も開発されている。二つのクラッチを切り替える時間は0.05秒以下と短く、 エンジン回転数を合わせるために、最短でも0.2秒ほどクラッチを滑らせている。シフトアップ時は、エンジンの打性をパーシャルに駆動軸に伝えながら、回転を落とし、完全に締結した後に、燃料噴射を再開する。クラッチの負担は多いが、エンジン打性を有効利用して変速中のタイプも間、加速している。しかし急減速時のシフトダウンは、ギアの噛み合いは終わっているのに、 クラッチ部の回転合わせのためブリッピングが必要になり、時間短縮や燃費に効果はない。m t 的な油断変速機の感覚をダイレクトでリニアであることを好む人、多少の変速ショックと連続可変しない感覚を好む人に評価が高いが、従来の MT や AMT に比べれば変速ショックは少なく、それらの正常進化と考えられる。 加速時のシフトアップの効率が良く、変速中も加速が完全には途切れない。加速性能が良く、自動変速で MT より燃費が良い。一例として2012年9月に発表されたアウディ s 3 6速、DCT と6速 T の2つがラインナップに用意されているのデータでは、停止から速度時速 100km までの加速時間が MT 車の5.4秒に対して、DCT 車では5.1秒となっている。また、100km 走行あたりの燃費は、MT 車の7.0リットル、14.2km、L に対して、DCT 車では6.9リットル、14.4km、L であり、さらに二酸化炭素排出量は、MT 車の 162g、km に対して、DCT 車では 159g、 キロメートルとなっており、運動性能、燃費性能、環境性能のすべての面で MT よりも優位となっている。減速時のシフトダウンに利点はない。トルコンレスでは、ゆっくりの減速時に早く切り替えてもエンジンブレーキがギクシャクと効くだけなので、滑りクラッチをシフトアップ時よりも長く使い、ゆっくりとシフトダウンしている。さらに急減速時の速いシフトダウンでは、 回転合わせのため下段のシンクロが緩合しているにも、かかわらずクラッチを解放したままブリッピングするので、デュアルクラッチは無駄になる。またブリッピングが無駄な空ぶかしになる欠点も、油断変速に共通である。無断変速機のように常時、車速とエンジン回転数を調整しておくことはできない。減速時にも、断続的にシフトダウンが必要なので、オルタネーターで改正する。 第3のエコカーでは、回線が中断して、摩擦式 CVT より不利である。出力軸側にある、電動機で駆動と回線を行うハイブリッドの場合、エンジンブレーキの引きずりがあるので不利、あるいはクラッチを離して、回線を優先すると再加速時に大きな飛び越し、シフトダウンため、ブリッピングが必要、またはエンジン再始動を含むタイムラグが大きい。 MT と似た構造を持つため、伝達効率は MT に近いが、アクチュエーターの作動用油圧ポンプによる駆動ロスなどで MT より3%ほど劣る。MT よりも燃費が良いのは、自動変速の最適化の分である。VW では2010年、Q3 から TIG1 に搭載された7足、DSG で、許容トルク量を増加させながら、リバースギアシャフトの省略など、全体の見直しで、 従来の6足型に比べ大幅な軽量化を果たし、競争力を確保している VW、TIGAM が、マイナーチェンジ7足、DSG を搭載、オートプルーブ、2010年9月11日版。DCT は変速中だけ滑りを生じる、摩擦伝達を用いる。摩擦式 CVT は常に、少量の滑りを生じる摩擦伝達で、無断変速する。この特徴の違いから、 DCT は摩擦式 CVT より大型化できる。実際、DCT は大型トラックや大型バスに応用済みである一方、摩擦式 CVT は乗用車でさえ大型化には限界がある。ただし、それ以外の CVT である電力、機械併用式 CVT、油圧、機械併用式 CV では、こうした許容制限はなく、大型、土木、 農作業車両や、鉄道車両、船舶等、鉄道車両、船舶での油圧式 CVT 使用実績は、主水進系以外でにも使われている。また、優勢歯車式 AT も、同様に、大型化に適している。2013年現在、デュアルクラッチトランスミッションは、スポーツカーの代名詞的存在になっており、ポルシェ製品の大多数が、PDK を搭載するほか、フェラーリ、 ランボルギーニといったスポーツカーブランドだけでなくアウディ、BMW、メルセデスベンツ、ボルボ、アルファロメオ、フォード、現代自動車、ルノーなど多数のメーカーが一般の市販車に用している。しかし、日本車、四輪乗用車においては普及率は低く、ホンダを除くと、日産 GT-R と七代目ランサーターボ、ランエーボ X 及び、ギャランフォルティスラリーアートしかない。 北海道旅客鉄道 JR 北海道のキハ160系機動車は直噴式ディーゼルエンジンとトルコン式 AT の組み合わせで落成したがその後モーターアシスト方式によるハイブリッドシステムの試験のためモンデール式ディーゼルエンジンと日立ニコトランスミッション製のデュアルクラッチ式4足自動変速機に換装された発電機拳用のアシストモーターは 変速機の外に仮装されており、クラッチを介して二足ギアにつながれ、運転条件によって断続される。合わせて、エンジンと二本のギアシャフトの間にある二つのクラッチと、変速機とプロペラシャフトの間にある逆転機のクラッチも制御され、駅間の基本的なパターンはモーターのみで起動して、そのまま、即、時速 45km 以上でエンジンを始動して、モーターとの併用で走行。 逆転機を中立にして、打業中にエンジンで発言、エンジンを停止して回生ブレーキによるエネルギー回収となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。